男子ジュニア予選1試合目スタート。そしてバックリフいい顔でバックが入ったところ、クイズはその弟にあたります。オールマンヒラク選手の記録で13歳。さあバックリフからのスピードをさらに2回転回してきました。足でしょう。ガトーコのフリシックス、このキスピシックスの右回転左回転両方のバリエーションをしっかり見ていきます。それでも選手が30秒間、これが3回と、ね、3回のチャンスが与えられています。そんなのしっかりとジャッジ判定しなければなりません。さあ、それではこの後は3番中村理人、現在11歳、11歳にして世界の大会を渡り歩くスーパーヒース。リボルダー、さらにブレーザー、フィッシュからフロント、ギアレス、そして今度はひねり込んできました。インポッシブル、皆さん分かりましたか。フォアと後ろに1回転のひねりを加えました。フロントで1回転のひねりを加えてきた。そして後ろにもバックフリップをしたら、ギアが1回転のひねりを加えました。目が追いつかないタイミングです。さあ、そしてさらにその男、中村アッチー、3歳、今回の大会についての最年少の選手になります。はいはい、バトルさらに2回戦の引きを回りました。エンジョイフリップ、リボルダーのリボルダー、8歳ですよ。また8歳の時に何してたんでしょうね。さあ、そして現在ライトには17番ドラム、オートンコッキー、東京都11歳、大きなグラブエアの中でしっかりとしたグラブを作っていきます。バックリフからスピーダル、さらにスカイダイブ、スパイラル、ハンガリーの2を歌いました。アラビアン、そしてマイティがこれたスピードスリーシュスピード。さあ、2回目に入りましょう。オールマン、ファイブ選手のギャラ、こちらも大きなグラブ、先ほどのバウンスのバリエーションに比べて、今度はスピーチやグラブを見せてきてくれています。さらにフロント、フリッター、フリッター、そのまま360、フリーファイル、レディカウン、フリッターカウント、ヤトコのベリーダウン、バックリフトが来ました。さあ、そしてその男、オールマンヒロ選手のターン。さあ、ハリベが行っているですね、ポリックの感覚、どのベリーダウンとか難易度ってどんなのを持ち合って、どういうポイントでどうなんていうのを、ね、説明させていただきます。ハンテッドの方法、トップの受付にてお決まりさせていただいています。どういう皆さんですね、こちらパンフレットに取り込んでいただきました。彼らがどんなトリックをしているのか、そしてどういうところをジャンジャン反省して見ているのかなってことがですね、ご覧いただけると思います。ぜひこのパンフレットを手に取っていただければと思います。パンフレットは受付の方でお配りさせていただいております。さあ、フィアレス、続いてグラバー3番中村理人のオンライン、ミスター、ツイスターとなっています。ひねり投手、ツイストプリンセス、プリンセスね、イエス、インポッシブルだ。さらにバックをしたよ。
トーションで回していきます。スリーシックスのリブからアソンション、最後の30秒、果たしてどのようにジャージがアピールしてくるのか、この30秒で予選の日が先に描き終わってしまいます。バックバンス、バックバンス、ここはランニングシューズからどうしまったでしょうか。バックスタンクは24本、バックスを振り向こうになりました。ワイキバックバランス、今度フィアーレス、このまま先頭に決まします。バックスのフィアーレス720、アッセンションを取ってみましたが、今日は何を覚えることができませんでした。さあ、そして中村ジェイト、スピン、そしてフリップと多彩なトリックを数々見せてくれています。ラブレター